んにちは、カウンサーの山田由美です。今日はですね、最近自分のエロネタがあんまりないので、仕事でなんかみんなよく仕事で忙しくてそういうこと考えて暇がないってよく言うけど、私普段すっごい暇なんで、週5時間働くだけでもへこへこ言ってます。でもなんか結局その時間にのことをずっと考えてるからちょっと忙しいっていう感じで、時間をその時間に行けばいいだけなんだからいいんですけど、まあ、予約をね何十人分したりとかそういうのもあってなんかへこへこしてますけど、なのでちょっと大人のエロ話はないんですけど、娘の恋愛体験というか娘のネタにしようかなと。17歳、うちの娘17歳になったのかな、今回はお誕生日会があって、まあなんかピザ屋でですね、友達集めてお誕生日会をしていました。何人くらい来たのかな、14、5人かな、で、まあ、5、6人が男の子でみたいな、友達の彼女の友達の彼氏とかクラスの友達とかなんですよ。で実はですね、最近彼氏がいたんですよ、いたらしいんですね。でまあ、なんか一回紹介されてああみたいな感じで、でも別に家とかにそんなに上がってくるようなタイプの子じゃなかったんで、この子かみたいな。で、あ、でいつも勉強している男の子いるんですけど一緒に、でその子ん家に遊びに行ったりとかしてて、その子が本命だと思いきや、でお母さんとかにもすごい好かれてて、お母さんが私のヨガのレッスンに来てくれたりとかして、なんかすごい、まあその子が本命だと思ったんですよ、イケメンだし。したら全然関係ない男を連れてきて男の子なんですけど、え、これなのみたいなまあいいんです。でなんかそれ夏休みちょっと前ぐらいにあった、夏休みにあったのかな、なんかああみたいな。でなんかまあ別にでも自分のグループとはちょっと違うから毎日会ったりとかしてないみたいな感じだった、あんまり興味なかったし。で、まあ、夏休みでパリに何週間とか行ってたりとか、友達と旅行に行ったりとかして、まあ、彼もその彼女が帰ってきたらまたバカンスに来たりとかしてたらしいんですね。バカンスに行っちゃったりとかして、そんなに会ってないなっていう感じはあったんです。したらですね、なんかお誕生日の会にも来てくれないと、でなんかこいつお誕生日来ないんだへーみたいな感じで、まあなんか自分の友達のクラスの友達とは違うからっていう感じだったんですね。なかなか俺大人の話で、まあいいんですけど、そしたら別れたと。で昨日の夜なんかもうあんなに素晴らしい男はいないみたいな話になって、あんなに私を幸せにしてくれた人はいないのとか言って、私の前で泣き始めちゃって、そうかみたいな。でもさ、叶姉妹みたいに、いや男は毎日生まれてる、男子は毎日生まれてるんでとか言えないじゃないですか、17歳だし、それは寂しいよねみたいな。なんかで、なんかうわどうしようかなと思って、このままなんか落ち込んでいくんだろうかと思ったら、なんか去年帰り人格帰りなんとかみたいなになってヨガのレッスン受けたりとかしてたんですね、私以外の先生に。でそれよりはでもマシとか言ってたんで、あ、まあなんかその現実を失っちゃうよりは全然マシって言ってました。でそのなんで私ここにいるんだろうみたいな状況になるよりはマシ、ただまあすごい寂しいと悲しい、なんかあんなにいい人も私誰とも会えないとかってわーとかなってってなってたんだけど、なんかそっからいろんな友達とか電話するじゃないですか。したらなんか友達が、いやあいつは実はああいう感じで嫌なやつなんだよみたいな感じでいろんな情報をくれるんですよ。情報っていうか、なんかそこがすごい良くて、付き合ってる時はそんなんじゃないんだけど、別れてからみんな、いや彼はちょっと信頼できないみたいな。でそこでなんかいろいろ男友達とかにも、もう私うわみたいな、と男の子ってみんな優しいから、なんかそんなことないよみたいな感じで言ってくれて、なんかすごい気分が逆に良くなってて、この子大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ、別に普通に学校も行ってくれてですね、もうなんか泣き疲れてとか思ったら全然そんなことなくて、したらなんか学校の友達もなんか会ったらとりあえず往復ビンタみたいな話になったらしいんですよ。とりあえず会ったら往復ビンタとか、なんか私の彼氏に一言言っとくからみたいな、締めとけってとかなって、なんかそれですごい面白かったらしいんで楽しくなっちゃったらしいんですよ
もっと面白いのが、もっと面白いのが、もうなんか私絶対いい人と思ってたんだけど、なんかいい人じゃなかったみたいみたいな話になって、なんかそしたら、まあ、よかった別れてみたいになってて、でもっと面白いのが、なんか彼の、その付き合ってた彼の元カノっていうのがいるらしいんですけど、その子に電話してどういう男だったか、なんかその子から電話があったのか分からないけど、なんか2人で超盛り上がったみたいな、あーなるほどね、ああいう男よねみたいな感じで、その元カノと喋って、なんか全く私と同じ状況で、彼女もすごいいい人だと思ったんだけど、なんか全然ダメだったみたいみたいな感じで、なんか普通元カノとかってあれじゃないですか、あの敵みたいな、なんかでもなんかそこで同盟を生んで、なおかつジムに通ってるんですよ。で彼なんか病気になって3ヶ月ぐらい来てなくて、また10月から来るみたいな話になってたらしいんです。でなんか10月から来るらしいって言って、なんかじゃあ行きたくなかったらやめちゃえばみたいな話だった。私はね、そういう風に言ったら、行きたくなかったらやめちゃえばって言ったら、え、なんで私がやめなきゃいけないの、こっから復讐が始まるみたいな、彼が居心地が悪いように最高な復讐をしてやるつもりだから大丈夫みたいな感じで、なんかそれ超怖いんですけどみたいな、下手にその復讐ってみたいなさ、なんか怖い、なんか娘のそのえみたいな、昨日ワンワン泣いてなかったっけなのに、今日もうすでに復讐話で、なんかそのジムに、多分ジムの他の友達とかと多分、まあ、無視するじゃないけど、ちょっとなんかいろいろやってやろうという、ちょっと意地悪な気持ちになってると思うんですよね。なんかそれもなんか人間らしくていいなっていうか、何その復讐って怖いんですけど、隠す、何か女の子の復讐って超怖くないですか、それをなんか男の人に、なんか男の子にしていくって、なんかもう来れない、 相手が来れないようにしてやるみたいなこと言って、それ画鋲、画鋲入れの画鋲みたいな。でなんかその後にも、でなんか大丈夫なのってまたなんか1日ぐらい経ってから聞いたら、なんかみんなにあんな男と別れた方がいいってみんなに言われて、いろんな真実を知ったらもう本当に別れてよかったみたいな話になって、でも復讐は続くらしいんですけど、なんかすることは続くらしいんですけど、なんかどうせほら私さ、何々くんもさ私に続婚でみたいな話になって、なんかそこから鼻高々で、もうずっと彼はずっと私のことが好きで、彼女ができたんだけどずっと私のことが好きでみたいな、他のなんかそのなんか何取り巻きみたいのが何人かいるらしくて、そのそういえばそういうのよく来てたよね、何々くんみたいな。でその取り巻きの男の子が、彼女ができたんだけど、できてから毎日なんか連絡してきたりとかメッセージ送ってきたりとかしてて、で彼女がそのすごい、彼女の一番の自慢が、なんかその新しい彼女となんかセックスをしようとしたら、うちの娘の名前を言ったらしくて、それでその彼女が別れたっていう伝説が残ってて、なんか私はもうそれで全然満足みたいな、すごい嫌な女じゃない、もうね、本当逆の立場じゃなくて本当良かったみたいなことを言ってて、なんかあ、まあなんかそうやって他の男の子があの彼女の自己肯定感を上げてくれてるんなら、まあいっかみたいな感じで、なんかめちゃめちゃその話が面白かったです。なんかそれで、なんかいつも毎日ご飯食べに来てた、一緒に勉強してた、なんかジョージョ君はどうなってるんだろうと思ったら、あれは全然友達でみたいな感じで、全然なんとも思ってないんだけど、あのうちにご飯食べに来たりとか、なんかすごい面白いのが、男の子って本当にアホだから、なんかクッキーの袋を2つ袋持ってきて、一袋はうちの娘と一緒に分けて食べるんだけど、一袋は家に持って帰るから食べないでみたいな、なんだろうそのクッキー食べるってみたいな、なんかさ昔のさあの絵本にあったさ、なんかお話みたいで、なんかジョジョ来てクッキー食べるらしいからみたいな、いやそうなんだみたいな、なんかそういうね、あの面白い話もあったんですけど、まあ、これからまたまたもっともっとこういう話がね、多分娘たちには出てくるんで、まあ、実際でもさ、まあ、30とかさになって、30とかじゃないか、まあ、実際若い時にこうやって嫌な経験っていうか、
まあいろんな男性と付き合っといた方がいいよねみたいな、じゃあ実際いろんな経験した方がいいよねっていう。でなんかまあそこで、まあ、私彼女のオチとしては、私はなんかまあこういう風になんか別れちゃったけど、すごい楽しかったけど、でも私結局友達とかもいっぱいいて、学校も行ってめちゃめちゃ楽しいし、いろんな人に囲まれて生きてるから、あのなんかそこまで悩むことじゃなかったみたいな話でした。まあ、結構まあまあいいお家でしょ。なんかね、だからまあなんていうのかな、大切だけどまあいい感じにどうでもいいっていう。で別れた後はみんなにあんな男と別れてよかったっていう、一番なんかあのでみんなすごいなんかさ、ここぞとばかりにさ、その男の子の悪口とかみんな言うらしいね。かわいそうみたいな。なんかそれでなんかいろんな人に助けてもらって、まあ、 あの自己肯定感を下げずに、まあ、どうにか生き残っているようなので、まあ、これからどうなるか分かんないですけどね、長い人生どうなるんでしょうか。ということで、うちの娘の恋バナでした。またこういうね、あの軽いネタもいろいろ喋っていこうと思うので、なんか久しぶりに喋ると10分でも長いね。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。